グループ5人1グループで A と B のグループがあります。まず出てまいりました、パンパースとカワステ。さあ、パンパース、前哨戦では3位という成績を残して有利な状況を作りました。逆にカワステは参加した人の中では最下位となる9位の成績。なので、ちょっとカワステは非常に苦しい戦いになってきます。 さあ、そういった中で、パンパースと川助、まずお互い、ここは囲い合う展開になるか。えー、今大会から、えー、このブロックの境目がなくなりました。えー、一面がボイドのブロックなので、えー、ブロック、置ける範囲が限られているにもかかわらず、えー、この出る範囲は限られておりません。なので 非常に難しい展開になっております。さあこなので、ここも道つながっていません。そして、ブロック、ここは起きない。パンパースがここはいきなり負けてしまいました。川助が勝利。川助初出場です。さあ初出場ながら勝利をまずは盛り取りました、川助。9位から9位なので、このトーナメント、えー、トーナメントではないですね、えー、総当たり、総当たりの方で。 ちょっと頑張るしかありません、かわすけ。9位から逆転のグループ突破となるか、えー、5人中上位の2名が、えー、グループ突破となります。上位2名が、えー、各グループの上位2名が突破し、計4名が決勝トーナメントに進出できるという、今大会の仕様。そしてこのステージ、このステージも囲いがなくなったため、えー、どこにいても落ちる可能性が出てきます。 そういった意味で難しい、えー、大会になりました。ファンノードワンストック第11回、えー、シーズン2。まずその初陣となるパンパースと川ケお互い、えー、最初こそは出ていく場面はありませんでしたが。 途中から激しい殴り合いに発展していきました。こちらの新シーズンでやはり重要なのは、この後ろのケア、後ろからもこのパンパースも、ここでかわして落ちかけたんですが、ここは耐え,耐えました。 押し負けて落とされるというのが、このパンパスのような落下がおそらく今シーズンはかなり多くなります。これをどう対策するかが